はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケットやっていきたいと思います。はい、前回ですね、ダービーを、勝ちまして、2冠を達成しました。さあ、何に挑戦しようかな。遠征は向いてないらしいです。あ、WBC が遠征って言えるのかどうかなんですけどね。お、またです。よく株券で生産してくれてますよね。嬉しい。会話か。まあ会話でいきましょう、素直に。いや、勝負根性はいらないでしょう。何がいいかな。これでいこう。人参です。ちょっと調子が落ちてきてる。これで行ってみますか、思い切って。まだ確かに重いっていうことですよね。さあ、状態がいい。これは思い切って、大根ですね。さあ、これで WBC 出しましょう。何がいいかな。やっぱりクラシックかな。クラシックじゃない、タイフかな。ジョッキーは横の、もちろん横乗りでいきましょう。さあ、これで12分で、WBC 出走です。また
後で、結果を見たいと思います。それではまた。はい、再びこんにちは。片野ハービンが WBC に、出走した結果が出ましたので、では見ていきましょう。3番人気、2頭しか出てないですね。あ、違う、3頭いる。で、20丸がないからね。さあ、やっぱりまだまだ成長途中なんで苦しいけど、なんとか結果を残してほしいです。各国の名馬たちがしのぎを削ります。栄光の定石を刻むのは果たしてどの馬でやりましょうか。クラシックディスタンスの最高峰、ワールドブリーダーズカップターフ、ちょっと出遅れたか、出遅れ癖が多いですね。6番手。2カンポ目がちょっと出遅れたな。いい位置いますね。マークするような感じ。お、滝だ、虹滝だ。さあ、いよいよ最後のスタンドへ。なかなか差がつまらない。センターオブジアースが有利。さあ、カタハービンがかわしたぞ。いや、いい子。前には届かないか。2着でした。まあ、それでもよく頑張ったかもしれないですね。まだまだ成長途上、かつスタートも良くなかったですから。馬としては頑張ったのかなと思います。まあ、ここは、菊花賞も控えてますので、購入はしません。464キロか。というわけで、片野ハービン、まあ WBC
ターフ、惜しくも2着でしたが、なかなか健闘したのではないかと思います。これからが楽しみです。はい、それではですね、この動画はここまでとなります。ゲーム動画で行こうではですね、チャンネル登録者数を増やしたいと考えております。この動画の下、タイトル欄の右にチャンネル登録ボタンがありますので、そちらを押していただいて登録のご協力よろしくお願いいたします。はい、ついに400人、チャンネル登録者数を達成することができました。はい、これも登録していただいた皆様のおかげだと思っております。まだまだ1000人目指していきますんで、今後ともご協力よろしくお願いします。また、高評価、コメント、SNS など拡散も歓迎しております。ブログ、ツイッターもやっております。説明欄にアドレス記載しておりますので、よろしければ見てください。また、この動画の最後、20秒で、関連動画、動画プレイリストの、リンク画面が出てまいりますので、お時間がありましたらそちらアクセスしていただけば嬉しいです。プレイリストの、リンクについてはですね、はい、プレイリストの動画再生画面でですね、チャンネルをお持ちの方でしたら、プレイリストのですね、お気に入りを登録ができますので、よろしければお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。